北海道土産庫プラザ外観北海道土産庫プラザは北海道が開設するアンテナショップである。土産品、特に食品、土産品を中心とした品揃えのショップで、管理運営は北海道に拠点を持つ小売業が道から委託を受けている。開設当初は北海道の百貨店丸2枚が受託していたが、同社が経営危機に陥ったため、 2005年に入札を経て、北海道フードフロンティアが受託した、北海道貿易物三振公開が行っている。土産品を約800種類扱っている。2008年1月には、ポテトチップチョコレート、フラの雪どけチーズケーキ、巻き家の白いプリンなど、洋菓子類が売り上げの上位を占めた。他に、炭火山マドン、イカ飯、バター、 チーズなどの食材も扱っている。東京店は店内においてソフトクリームや軽食を提供するスタンドが併設されており、店内で土産品を食べることが可能となっている。また、最近注目の北海道コスメも扱っており、バーユの保湿クリームが特に好評である。ABC 森井本美希、本流アジアと北海道に新鮮、食の宝庫進出シンガポールに、 海外発のアンテナ店、朝日新聞、P 長官北海道総合版業務受託者、変更前の公式ウェブサイトにおける発表に基づく。ありがとうございます。